ホンダ CB、ホンダ CB750、CB750 とは、ホンダ技研工業が製造販売していたオートバイである。1992年から製造販売された CB シリーズ排気量 750cc クラスの大型自動二輪車である。形式名 RC42。発売から数年おきに、車体色の変更や装備の変更が実施されたが、 2007年に施行された平成19年自動車排出ガス規制に適合できないため2008年8月に生産終了となった。本モデル製造開始前となる1980年代後半の日本国内大型自動二輪車ロードスポーツモデルではネイキッドタイプの川崎ゼファー750が人気を得ていた。一方で、 CB750KCB750 CB 回が生産中止になった1984年以降の本田技研工業は CBX750VF750VFR750 シリーズに見られるか売る装着モデルが主体となっていたことから対抗策として CBX750 シリーズをベースにした。 北米向け輸出仕様ネイキッドタイプの RC39 型、ナイトホーク750を1991年に、日本国内の保安基準に適合させ750台のみ、限定で発売。さらに同モデルをベースに、後継並びに CB シリーズへの回帰として、開発されたのが、本モデルである。搭載される r c 十七 e 型クーレストローク四バルブ d o h c 四気筒エンジンは、 ナイトホーク750のベースモデルである CBX750 シリーズからのキャリーオーバーである。始動はセルフ式。景品製 VE66 型キャブレター4機により燃料を供給し圧縮比9.3から最高出力 75PS、8.500rpm、最大トルク 6.5kgm、7500rpm のスペックをマークする。 潤滑はウェットサンプによる圧走飛沫併用式。エンジンオイル容量は3.8リットルでオイルクーラーを搭載するが、後述する強襲車仕様のみ電動ファンを標準装備する。マニュアルトランスミッションはベースとなった CBX750 回の6速から5速へ変更。またニュートラル1足シフト時にガコンと大きな音がするなどの特徴を持つ。 フレームは交換によるダブルクレードル型で重量がある反面、後輪タイヤサイズは150、70ZR17 と幅が狭い。1996年9月の運転免許制度改正により、指定自動車教習所での大型自動二輪免許の教習が解禁となった。このため、大型自動二輪車の中では扱いやすい、上述の特性を活かし、 教習車仕様が製造された。教習車として特化させたため一般主犯車とは以下の点が変更された。ベースモデルの製造中止に伴い教習車仕様も生産終了となった。ありがとうございます。